印刷された、ネーダラントストップ40を前に祝杯をあげる、ハンス・ブロイ・ホーブンと、レックス・ハーディング・ネーダラントストップ40は、オランダの週刊シングルチャート。これは、海外のラジオ局ラジオベロニカが始めたものであり、それゆえ当初は、ベロニカトップ40と呼ばれた。ベロニカトップ40はラジオ局が閉局した1974年まで続いた。オランダ本国で、 トップ40を始めたのは、ジュースとデンドレアヤーアである。最初のトップ40が集計されたのは1965年1月で、その時の1位は、ビートルズのアイフィールファインだった。1974年にスティッチティングネダーロンドッサトップ40がトップ40を買収し、でネダーロンドッサトップ40と名付けた。ネダラントストップ40は、 オランダに3つある公式ヒットチャートのうちの1つである。あと1つは売上げのみに基づいたシングルトップ100。もう1つはネイダラントストップ40と同じように放送データを加味したメイハトップ50である。現在、ラジオ538がネイダラントストップ40をラジオで放送している。ユン・リー・ウェン・ワイズがパーソナリティとなり、 毎週金曜日の午後2時マイナス6時に放送される。ネーダラントストップ40は、その時間帯で最も聴取率の高い番組である。メハトップ50同様、チャートはシングル売り上げと放送回数の組み合わせで決まる。ラジオで放送される回数が増えるほど、ネーダラントストップ40での順位も上がる。2003年時点でダウンロード販売もチャートに加味されている。 年間チャートの算出は、週間チャートで1位の曲が40点、2位が39点、40位が1点とカウントする。こうして、前週をカウントし、総得点に応じて順位が決まる。1972年から現在まで続いている、いくつかのルールがある。これらのルールにより、ネーダラントストップ40は批判も受けてきている。ありがとうございます。